はい、観光地の古墳公園でございますね。456ね、古墳はもともとはね、峡谷でしたからね、非常に緩んだ谷がね、いっぱいあったんでございますけどね、農業事業で埋め立ててね、平坦にしてますけどね。こちらの方が4号墳でございます。4号墳ね、4号墳行けるんかね、ちょっと行ってみましょうかね。ちょっと今日雨でね、がっかりでございますけどね。ちょっと4号墳は行けそうないですね。この観光地のね、古墳群はね、全部ですごい飾った言うてね、言うて、まあ今残ってないんでね、はっきりわからないです。これが5号墳でございます。ここで周りもね、この小さい古墳がいっぱいあったみたいですけどね、ちょっとね、跡は残ってないけどね。公園になってますのでね、ちょっと見てみましょうね。これでわかるかな。わかりませんね。まあ小さい古墳がね、29メーターで4号墳がね、7号墳のとこあんのやろ。7号墳の場所わからんけどね。あ、横は7号墳、これが5号墳ですよ。復元されたらしいんですけどね、前のね、高さもほぼ前と一緒ぐらいしたということでね、こんなんでございます。そして上に上がりましたらね、こう見えますやろ。この下の方がね、ずっとね、谷になってました。ずっと昔はね、埋めてね、ずーっと農地になってますけどね。あっこにも墓地がありますけどね、こんな感じでね、こんな感じで、ね、残ってんの分かりませんね。見ながらな、見てもこちらの方が桂木さんでございますね。あれが6号本、7号墳はどこなんだろうね。7号墳の跡がちょっとわからないけどね。公園になってますんでね、ずっと歩けるようになってますよ。スマホが何を探していいかわからんもんでね、うろうろしたんだけど、焦点をね、合わせてないもんでね、うろうろしてる。あらら、こちこち、この7号4号、6号墳やね。これは6号墳でございます。こちらの方がね、6号墳です。6号墳は来たことないかもしれませんけどね、6号墳までは上がったことあるんやけどね。これちょっと雨でね、何も書いてないからね、看板しか書いてないね。おお、こんなってんの。もう高いんですけどね、これね。ね、こうなってます、これ。すごく高いけど、どうなんだろう、これ。もともとこれが谷だったかもしれない、こちらの方が。ね、こちらの方の谷。雨が止んでくるといいんだけどね、こんなんです。あれが5号墳、あちらの方が4号墳で、小さい、ね、古墳よくあったみたいだけどね、この周りにもね、ちょっとね、旧跡がありませんので分かりませんけどね、こんな感じでございます、ね、それであれがね、あの向こうにあるのがあれが古墳じゃない、前方後円墳ちゃうかということで、
だいぶロングしてたんで去年からね。あれも後でちょっと覗いてみますけどね。結局ね、普通のね山でございました。谷があって、谷を埋めただけでね、米軍の航空写真でね、昭和20年代やったかな、写真を見ると間違いなくある山って分かりますかね。ずっと谷になってました。この辺もね、ものすごい谷になってますんでね。そういうことでね、先生の見解は関係ありませんということでございました、ね、ちょっとの後で覗きますけどね。これは5号分です。これはね、観光地の古墳群もね、すごい数が多いようで、何百基かあるようで、ね、書いてあったんだけどね、なかなか残ってないんですね。ここは公園にされてるんでね、まだ残ってるんやけどね。こっちからも行けるのか。もう行けるかもしれない、これ。この辺がね、小さいね、古墳があったって書いてたんだけど、型がね、形が残って、ここにもあったんやけどね、書いてあんねんけどね、わからんね。その数、数百基。まあ、小さい分ばかりやからね、全部ほとんど壊されたんだよね。こんな感じでございます。はい、観光地の古墳群でございました。はいはい、こっちからも上がれますよ。農地になってますね。昔はこの辺がおそらく谷だったんでしょうけどね、見えましてね。はい、そういうことでございました。ありがとうございました。